皆さんこんにちは。カラーコーディネーターの中間孝恵です。色彩検定2級を目指す方に向けて2級対策講座が始まります。今回はガイダンス編ということで2級を受験するまでの流れをざっと説明していきます。まず、まあ、皆さんがこの検定を受けようと思ったきっかけ、いろいろとあると思うんですね。私たちの日常には色彩、色が欠かせません。 えー、ファッションやインテリアといった分野だけではなくって日常に関わるすべてのものに色のお仕事は、えー、あるわけですねそのためにもこういった検定を受けて基礎を学んでおくこと理論的なことを学ぶことというのはとても重要になってきてきますで実際に え合格者の活躍分野見ていただくとまあ、やはりアパレルやフラワーコスメインテリアというものもありますが教育や流通あと各種メーカーですねそういった分野で活躍されている方もたくさんいらっしゃいます実際に学生さんからまあ、主婦の方まで幅広く受験をされています色彩検定2級というのは実践編になるんですね 色彩検定3級の対策講座もありました。3級を受けられた方は、その3級は基礎編になります。その基礎の内容をもう一回しっかりとおさらいをして、そしてこの2級に臨まれると良いでしょう。また、色彩検定1級に向けて勉強される方は、この2級の内容が基礎編となりますので、 受験するのは1級であっても2級の内容を一度あの勉強して押さえてそれから臨んでいくと良いでしょう。ということで、まあ、2級というのは3級の基礎編であり、まあ、級にいあ3級の,あの実践編ですねな3級の実践編そして1級の基礎編となるのでとても大事な検定となってきます。 えー、実際に色彩検定どういうものかなというところなんですが色彩の知識を学ぶ検定です文部科学省が講演の技能検定になりまして難易度別に3級2級1級がありますそして、えー、この検定なんですが色彩に関する幅広い知識や技能を問う検定試験になるんですね。 まあ第一回目が千九百九十年に実施をされていますから、国内においてもまあ老舗的な検定として知られています。そして資産家検定二級の受験について、えー、お伝えをしていきますね。まず、えー、一番上です。この受験資格なんですが、誰でも受験が可能です。 そして、試験の方式になります。これがですね、3級の時はマークシートだけでした。2級になりますと、一部、記述式も入ってきますので、正確に単語を覚えていくことが大事になります。試験時間は80分で、合格基準が、まあ、各級一緒ですね、70%前後。 となります。ですから、えー、自分でいろいろ過去問題を解くときなどは80%は取れるように勉強していくと良いでしょう。試験日は年2回実施されています。6月と11月に開催されています。えー、申し込み方法は大きく3つあります。インターネットと書店と郵送とありますので、えー ありますで1、えー、つ、これですねインターネットは検定申し込み締め切りが他の方法より1週間遅いので意外とこう書店で見て締め切り終わったと思っても駆け込むことができるので、えー、チェックでもあります受験料は2級は1万円となっています。 そしてですねまよくあるご質問なんですが閉館受験というのは可能なんですね同じ日に受けることができますただ1級と3級というふうにこう飛んで受けることはできないんですね必ず2級3級とか1級2級というふうに連続した級で受けるようになっていますで、好きなところから受けることができます でえー、とこれですね、まあ、先ほどもお伝えしたんですが、まあ、2級というのはまあ大事なな級になってきますで2級から受けられる方も3級の内容が出てきますのでそこはしっかり復習しておく必要がありますね。でえー、気になるここですね合格率になるんですが2013年のデータによりますと63%の方が合格をされているようです。 で申し込みから受験まで、まあ、基本的なことではあるんですけれども申し込みをされますと受験票は、ね、この約試験日の2週間前に届きますあと2週間あればかなり追い込みができますのでしっかりいいラーニングで勉強してください。で受験当日を迎えて、えー、合格通知ですね合否の通知は試験日から1か月から1か月半に届くようになっています。 で当日の持ち物ですね意外と忘れやすいこの、ま、時計最近はね携帯電話で時間を見る方も多いと思うんですがえ試験会場には時計がないこともありますので必ずえお持ちください。であとは、えー、引き用具はシシャープペンシルも可になっています詳しいことはこちらですねえ申し込み期間や受験の手続きなどは色彩検定協会のサイトをご覧ください。 でこの講座を受けられる方はまあ、やっぱりね独学で勉強しようかなという方も多いと思うんですねでもなかなか公式テステキストだけではこう文字を読むだけでは理解しにくいこともあると思いますこの講座と一緒に併用していただくとまあ、効果的かなと思いますので自分のペースで勉強を進めていきたいなとか苦手なところだけしっかり学びたいなという方はえー、ぜひ一緒に学んでいきましょう ということでガイダンス編でした。では皆様本講座でお会いしましょう。ありがとうございました。